はい。株式会社サークの高橋です。本日はお時間いただきましてありがとうございます。私どもはですね、この写真の指の先についている5ミリ角チップ、サークデバイスと呼んでまして、これを活用した脱炭素 DX のソリューションを展開しているスタートアップでございます。で、このチップの特徴は、この写真の通りですね、ご家庭の外などに設置されている電力量計とほぼ同等のことが、この5ミリでできる。それを特許化しているという技術を持っている会社でございます。で、この5ミリで、できるっていうのはすごいねって言われるんですけど、創業時2015年創業してますが、その当時はちっちゃくしてどうなるのと言われてまして、個別に電力を測るというニーズがまだ明確になってなかったという時代です。ただですね、研究自体は実はそれよりずっとずっと前からやってまして、センサーの膜、磁性薄膜っていう膜なんですけども、もともとは研究者の辻元というものが、大阪大学でですね、この磁性薄膜を使って、光磁気記録って MD とかすごく懐かしいと思うんですけど、これの光磁気記録に実用化したっていう、成功を研究で収めてます。で、その後、他にこの膜使って応用的に何かできないかということで、研究に研究を重ねまして、で、このセンサーの膜を使ってですね、電力を測れるという、センサーの特許、開発に成功しまして、特許化したということがきっかけで、2015年、大阪市立大に当時も移っておりましたので、大阪市大発のスタートアップとして創業しているというのが設立までの経緯になっています。で、現在、大阪の本町の方に本社構えてまして、総勢30名ほどで事業を行っております。で、こちら記載の株主の皆様とはですね、事業を一緒に、創造している、競争のパートナーであったりとか、開発を水面下で連携してたり、もしくは DX を推進していくための、業界の、リーダーシップを発揮していただく事業パートナーであられたりというところが、協業の内容になっております。で、この5ミリのチップは、電力が計測するという機能以外にも、こちら記載の通り、4つの機能ですね、電流角度、周波数という他にも、こんな機能はですね、このチップ一つでできるというのが特徴になってまして、で、私どもはチップ単体では供給、基本は行っておらず、チップを搭載した後付けの当社オリジナル IoT センサーユニットっていうのをリリースしてます。これをお客様向けに販売してます。すべて無線の、Bluetooth 今搭載しているのは共通のフォーマットになってまして、そこから遠隔で可視化するっていうパッケージの提案、で、可視化して分析するというツールまで提供しているというのが DX の内容です。で、私ども目指す市場は3つのステップを踏もうということでやってまして、すでに事業化しているのが足元のアナログスマートフォン DX 市場ということで、人手の点検作業を効率化していくということと、生産人口が減っていくというところの市場に対してセンサーでアプローチしています。で、これから今日お話しするのは脱炭素 DX 市場の話をさせていただきまして、将来的にはインフラ DX を行っていくということで、それらすべて私たちのコア技術を活用した DX の展開を行っていきます。で、脱炭素 DX の市場に関しては、先ほど創業時は、なんで電力個別に測るのと言われてた時代だというふうに申し上げましたが、ここ2、3年、皆様もご存知の通り、2050年カーボンニュートラルに向けた目標が発表されてまして、特に上場企業の皆さんは、気候変動に対する取り組みを開示していかないといけないという時代に入ってきてます。これから義務化もされていくという報道もあります。で、それに加えて、エネルギー価格がこの2、3年非常に高騰してますので、それも相まって皆様どういった形で削減していこうかという、そういった具体策の、提示が求められる時代に突入しています。で、私どものお客さんは製造業の方が非常に多くおられまして、その方々の共通の課題をちょっと共有させていただきますと、まず電力 CO2 の排出量自体はですね、大多数はマクロで管理されてまして、こちらのスライドの通りですね、電力メーター、電力会社から請求しておきますので、それは皆さん分かっているという状況です。で、最近は CO2 の排出量の算定サービスやられている会社たくさんあられるので、こういう請求書のデータをデジタルに変換して開示する資料にするというところは皆さん、大企業さんはやられているというところに入り口入ってます。ただ、総量が分かると、経営陣の皆様は2050年目標に向けて、どうやって削減するかというところを目標をまず立てられまして、さあやれとは言わないんですけど、現場の方々、製造業だと工場の方々にどうするか考えてくださいというアクションプランの依頼が降りてきているというのが現状です。ただ、総量が分かったとしても、どこでどのくらい使っていて、何が優先的に削減できる余地があるのかっていうのは、具体策はですね、見えてこないと、この課題解決できませんので、それを私たちのセンサーで課題解決を実施しようっていうのが、私どもの脱炭素 DX のアプローチになってます。で、先ほどこの写真見ていただいた通り、この特許技術を活用しまして、2022年の末に IoT の電力センサーユニットっていうのをリリースしてます。
はい。で、このリリース自体はですね、何が特徴かというと、電力を測る方法は、先ほど電力メーターで測るっていうふうに申し上げた通り、普通は、これブレーカーの写真出てますけども、ブレーカーをオフにします。で、電線、配線工事をしまして、メーターをそこにつけます。それで電気を流して、まあ、電力を測るというのが一般的な方法です。私たちは、一切、これ今ブレーカーオンの状態でうちのセンサーをつけてる写真出てますけども、一切電気を止めずに、活性の状態、通電してる状態で後付けで、三相三線のいずれか2本にセンサーヘッドをクリップするだけで電力が測れるというセンサーをリリースしてます。ですので完全工事レスですし、工具も使えませんし、取り付けが15秒やった後ですね、四角い箱から Bluetooth で積算電力量、有効電力、非相電力を発信し続けるというようなモデルになっております。で、まあ、既存技術というか、競合の技術、他にどんな形で電力を測るのかということは、右下に先ほど申し上げた通り、積算の電力量計工事をして設置するようなメーターがありまして、その他にですね、電流計っていうのがあります。皆さん、まあ、ちょっと聞いたことがあるかどうかわからないですけど、後付けで取り付ける方法として電流だけを見るっていう方法がありまして、電力を見るためには電流と電圧と力率って値が必要なんですが、力率も電圧も、あとは固定値で計算して入力してですね、掛け算して想定電力量っていうのを出します。こんな方法もあるんですけど、誤差精度が非常にまあ、ずれてても当然というようなものになってますので、工事をせずに、後付けで電力を測る、精度よく測るっていうのが当社センサーの非常に得意なところになっております。で、ちょっと比較の技術のデモを見ていただきますが、音は鳴ってないんですけども、あ、すいません。ドライヤーのですね、これ音符モードっていうのをデモしまして、下が比較の電流センサーの値、電流だけ測ってます。今12アンペア流れてまして、上の方に電流セン、当社の電力センサーの値出てます。電流値だけ見るとほぼ同じですね。で、電圧と力率をですね、100V と100%で固定値計算すると 1200W 消費してるっていうのは想定でわかります。上の値も1200に近い値出てますね。で、この理由は力率が100%に近いからというふうになっております。力率が100%に近い値っていうのは、製造業の現場、装置ごと機械ごとに力率変動しますので、あまりないことなんですけれども、まあ、力率がですね、変わった場合、どのくらい違うかっていうのが、このデモでわかります。今、電流が 8.5 アンペア近いところに流れてまして、電圧と力率 100V と100%固定値計算すると840か50と想定しますが、上の値見ていただくと500から600の値に変動してます。で、理由は力率が60から70の間だからと。ですので、機械が消費している電力を正しく分かるためには、この力率も加味しないとですね、消費している電力が正しく分からないというのが、これから見ていただく通り大きな違いがあります。で、私どもは大きな目標を立ててある企業様も、そうでない企業様も含めて、こういうキュービクル大元から積算電力表記一般的についてますけども、まあ、電力センサーをこう分電盤の入り口、出口、製造ライン、装置ごとにですね、後付けしていくことで、まあ、どこでどんだけ使っているかというのをまず見えます。見えた後にどうやって削減するかの提案ヒントも提供します。例えば、まあ、製造してない時間の装置の消し忘れを削減するだけで無駄改善できますよとかですね。まあ、工程を組み替えることでバッチを集約してものづくりすることでピーク電力を抑えれますよとかですね。あとは力率を検出することで、一般的に例えばヒーターの断線とかですね、異常検知というところでも、このセンサーのデータを利活用されているというところも実例で出てきております。で、あとはセンサーのデータをどういうふうに処理していくかということで、まあ、クラウドに上げて分析するのか、オンプレでロギングするのかということで、当社のセンサーを当社サークルクラウドに上げていただくと、まあ、見える化に加えて、カーボンフットプリントや省エネ対策前後の比較、今後の改善ヒント、先ほど申し上げたところを提供させていただきます。で、クラウドに上げたデータは、例えば任意のグループごとに比較というのもできまして、まあ、工場1と2の比較とかですね、先週と今週の比較等で改善をしていきます。で、あとは、スコープ3向けということで、特に取引先とかですね、仕入れ先さんもこれから集計していかないといけないという時代に入ってきますが、共通のセンサーとですね、このフォーマットクラウド入れていただくと、目標も一元管理できます。中小企業から大企業までですね、削減の具体的な施策を共有化できるっていうのが特徴になります。で、あとは電力シミュレーションということで、電力を削減するために必要な、工程をですね、このような形で制動工程をいくつかのパターンでですね、一番省エネ効率がいいラインというのを特定してですね、提案していくともやっております。
最後になりますが、私どもは業務提携に向けて、このカーボンニュートラルに向けて削減を目標に立てられている企業様との業務提携を目指しております。また、スコープ3向けと申し上げましたけれども、今、スコープ3というところは、固定値計算って産業平均値と取引量で計算してですね、出さないと実現できないと言われてますが、センサーを共通化して後付けで入れていただくと、実測値でカーボンフットプリント出てくるという特徴がありますので、そういったことをこれから取り組みたい業界の方々とも連携を希望しております。他、資金調達も今年行っていく計画ですので、ご関心をお持ちの方おられましたら、ぜひお声掛けいただければと思います。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。それでは会場の皆様、オンラインの皆様、ご質問いただければと思います。挙手等いただければと思いますが、いかがでございましょうか。オンラインの方からの質問、ございましたら、こちらご紹介させていただきます。ビジネスモデルについてお伺いいたします。先ほどセンサーユニットの販売とおっしゃっておられましたが、例えばレンタル、リースといったことも対応されるのでしょうか、とのことでございます。はい、ありがとうございます。センサーユニットと通信機関連は全部売り切りのモデルに現在はしておりまして、クラウドは年間の利用料をいただいております。で、今、リースやレンタルのご相談はすごくたくさんいただいてますので、各種、ちょっと業態と事業規模によってですね、できる、できないはあるんですけれども、できるだけ中小企業さんもお使いいただけるようなモデルを今提案しておりますので、そういったところもご関心おありであれば、お声掛けいただければと思います。ありがとうございます。多分今の質問に関連してかと思います。もう一ついただいております。センサーユニットの寿命についてお聞かせいただける範囲で教えていただけますでしょうか、とのことです。はい、ありがとうございます。私たちの製品は、産業用の、センサーになってますので、一応製品の保証自体は1年なんですけども、製品寿命としては、今現場ではもう5年以上使われておるという実績もありますので、そういったもんだというふうにご理解いただければと思います。ありがとうございます。続いての質問をご紹介いたします。1企業へのデバイス販売は複数台になると思いますが、平均1契約あたりの金額はどの程度を想定されていらっしゃいますでしょうか、とのことです。そうですね。会社規模に応じても、本格導入か POC かによっても、かなり金額感は異なりますが、スタートの標準評価パッケージっていう形だと、10万、20万くらいから始められる方が多くてですね、そこからまず1ラインをこう検証していこうというと、8万、工場全体やっていこうというと、数百万、非常に大きな大々企業さんのプラントだと、1000万台。というそういう形になってますので、ちょっと規模感はまたどのくらいのセンサーをですね、取り付けるニーズがあるかによっても異なるかなと思っております。ありがとうございます。オンラインもしくは会場の皆様からご質問ございましたら、挙手の方お願いいたします。はい、じゃあ、先にお願いします。ご説明ありがとうございました。電力量系なんですけども、ちょっともしかしたら今違ってるのか、昔の現代法律だと何年かに一遍交換しなきゃいけないという計量の法規があったんだと思うんですけども、本社の製品は、そういう、その、なんでしょう。先ほどの話で5年以上使えるというお話もありましたけども、そういう、その、今後、電力量計を交換しなくていいみたいな、そういうところまでを狙って考えてらっしゃるんでしょうか。はい、ありがとうございます。私たちは、実は電力メーターを置き換えようというビジネスモデルはないので、検定は通ってません。ですので、電力メーターよりも下、以下のところを、個別に見ていって、削減の提案をしていくっていうセンサーになってますので、電力量計とはちょっとその計量という意味の計量法を適用しているようなセンサーではありませんが、ただ、今ご質問あった通り、実は検定を通せるようなセンサーにならないかっていうご相談はすでにもいただいておりまして、この開発案件もいくつか水面下で動こうとしてますので、今後はこういうセンサーで計量できていくっていう時代が来ると、世界が大きくまた変わるんじゃないかなと思いつつ、もうちょっと頑張っていきたいなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、続きまして、一番後ろの方にお願いできますでしょうか。ご説明ありがとうございました。センサーの電源はどうなっているのかをちょっと教えていただいて、もし電池だったらどれぐらい持つのかもお願いします。すいません。そうですね。現在の製品は電池駆動になってます。今回ご紹介した電力センサーは3年持つという電池が入っておりまして、一般の市販の電池なので、皆さんに交換いただけるようなものになってます。
別のセンサーは、5年持つような電池が搭載されたり、商品のラインナップによってですね、ちょっと継続頻度とかも違いますので、電池寿命は異なるというものになっております。ございました。じゃあ、続いての真ん中お座りの方にマイク回してます。すみません。今日どうもありがとうございました。ですね、ちょっと二つあるんですが、まず一つは、海外への展開の方はどうお考えなのかっていうこと。まあ、特にこう、私関心あるのは、先進国のニーズが中心だと思うんですけども、新興国の場合だと、コスト的にかなり、要求されるものが変わってくるかと思って、その辺が一つ。で、もう一つはですね、センサー自体を、キットではなくて、他社の、製品に組み込むみたいなことのお話はあるのかどうかみたいな、その辺を二つお聞きできればと思います。はい、ありがとうございます。海外はですね、たくさんもお問い合わせいただいてまして、今輸出の準備のための調査を始めてます。先進国が多いんですけど、実は途上国というか、これから発展される国でもですね、実証を行おうとしてまして、今年からなんですが、2019年からやっててコロナに中断してたんですが、アフリカの方で、モニタリングの調査をしまして、漏水と汚水の異常検出と、水道局の無駄な電力を削減することで、維持メンテナンスの費用をですね、捻出していくみたいな、そんな事業も行いますので、単にこの事業モデルが単にこう、付加価値高いものだけではなくてですね、廉価なモデルとしてでも、サービス化でですね、実運用できるというところを、物売りではないサービスのところでやっていきたいなというのを、これから検証するところでありますというのが、まず1点目です。で、2点目の、センサーをユニットではなく組み込む可能性については、すでに、水面下で開発、共同開発の契約を結んでやってまして、組み込みも含めてやってますので、これを単体で使っていただくこともあれば、他社さんの製品に、通信の、フォーマットを共通化して送っていくもそうですし、チップを組み込んでいくっていう商品も、これから、リリースされていくというふうになっていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。それではお時間になりましたので、株式会社高橋様よりご登壇いただきました。どうもありがとうございました。ねど。